1回目になった方が約1ヶ月以上休業休む方、仕事を3人に1人なんですよ、ね、すごいと思いますね。1回腰痛になるだけで1ヶ月以上休む人が3人に1人なんです。仕事で私12年腰痛でしたよね、30まで、ね、ずっと腰痛で来てて、とうとうおむつで寝たきりなんですよ。たった1回で30日以上休む人3人に1人っていうのがもう出てるのであれば、私12年腰痛でおむつして寝たきりやってる人って社会復帰できると思います、この統計から考えると。無理でしょうね。だからもう無理だと思ったんですよ。だからどうやって心臓を止めようかってことをずっと考えてます。だけど2割ぐらいは30でね、まだ人生やめたくないなとも思うんですよ。8対2の葛藤なんです。でもしやめないとすれば、やること一つしかないですよ。生きていく道、治療法を開発するしかないですよ。